宣伝部の荻原です。商品企画部の宮原です。本日ご紹介するのはこちら、11月発売予定のパワーオブネプチューンです。本日はですね、こちらのモデルをデザインしたデザイナーの榎本さんに来ていただいてます。デザイン部の榎本です。よろしくお願いします。本日はこの3名でこちらのモデルを紹介していきたいと思います。本日のモデルは CC405468L になります。宮原さん、ご紹介お願いします。はい、こちらが今回のパワーオブネプチューンというモデルになっております。夏にですね、パワーオブアンタレスという、はい、あの黒くて赤い真っ赤に燃えるモデルをですね、はい、発売させていただきましたが、今回はそれと対となるですね、海王星ネプチューンをテーマにしたモデルとなっております、うん、まずこのモデル的に一番目に飛び込んでくるのは、見てください、この美しいサファイアベゼル。今回ベースモデルがですね、はい、アテスタの大人気モデルのですね、 GPS の、 サファイアベゼルモデルをベースモデルとしてるんですが、はい、今回はそのサファイアの魅力をですね、より引き出そうというところで、上着という手法を使ってこのブルーのサファイアガラスベゼルをですね、はい、表現しております。でこの上着という技術なんですけれども、はい、真空の状態で金属を加熱して蒸発させることによって、別の物質の表面にですね、金属の膜をつけるような、そういった技術になっておりまして、うん、このサファイアベゼルの裏面、はい、裏のところにその蒸発させてくっつけた金属がこうついているようなイメージなんですね。またですね、今回ネプチューンという海王星の名前の由来が、ローマ神話に登場するネプトゥーヌスという神様に語源があるというところで、はい、神々しさっていうところも一つテーマにしてるんですが、うん、まあそこを表現するためにまずはこのバンドとかケースはデュラテクトプラチナと呼ばれですね、はい、非常に明るいプラチナ配合がされた、そういった表面処理になっておりまして、ピンポイントでデュラテクトのこのゴールドっていうところを差し込むことによって、はい、そういった美しいちょっとした神々しさというところも表現しています。文字盤についても同様にですね、イエローゴールドの金色を差し色にすることによって、はい、まあ、特別仕様らしい、はい、そういった、かっこいい文字盤とすることができました。このゴールドデュラテクトゴールドなんで、うん、強すぎないちょっとシックなイエローゴールドなんですよね、はい、うん、使いやすくもありながら特別な気分にさせてくれるような、うん、そういったモデルに出来上がってるんじゃないかなというふうに思いますね。それではここからは今回のモデルのデザインポイントについて、デザイナーの榎本さん、ご紹介お願いします。はい、こちらの今回の、モデルになるんですけれども、先ほど宮原さんがおっしゃったように、うん、ベゼルの、上着のブルー上着のベゼルっていうのが、まあ、最大のポイントだと思うんですけど、まあ、その周りを囲っている、まあ、ベゼルのゴールドですね、しっとりしたいい質感のゴールドになっているので、まあ、その辺も見どころになっているんだと思います、うん、ゴールドの分量なんかも結構こだわりまして、この6時 のリングなんですけど、際のところだけちょろっと金が見えてると思うんですけども、意外といろんな何回か試作をしていく中で、このリング全体をゴールドに仕上げたこともあるんですけども、うん、そうするとちょっとゴールドが強すぎちゃうんですよね。かなり主張強かったですね。そうなんですよ、はい、でやっぱり嫌味になってしまうと、ちょっとやっぱり品がない、下品な感じになってしまうので、うん、まあ、そこを黒で抑えることによって、ちらっと見える金がやっぱりそこの品の良さにつながるところで、うん、この仕様にたどり着いたって形になってますね、うん、やっぱりそのゴールドもいくつかのゴールドから選んで、まあ、さらにそのゴールドの中でそのボリューム感っていうところですよ ね、文字盤の中に入った時の全体の見え感、はい、全体の金の量ってどのくらいにするのかっていうのは、やっぱり試作をしていかないとわからない部分もあるので、まあ、そういった意味では何度か試作をしてたどり着いた形になってますね、うん、あと裏蓋のところとかもそのネプチューンが持っている三つ股の矛っていうのが、まあ、彼の武器にはなってるんですが、まあ、それをかたどりまして、私の方でデザインして書き起こさせていただきました、うん、今回は。そのアンタレスとネプチューンをデザインするときって、お互いにこう見せ合いながらこうなんかやったりしたもんなんですか？
や、見せ合いはしないんですけど、うん、やはりその先方は黒と赤っていうのがイメージカラーがあって、はいはい、こちらゴールドとブルーっていうのがあって、うん、まあ、そこの分量とかですかね、うん、その辺の色の出し方みたいなのは多少意識する部分がありましたけど、ただ一番意識したのはあの裏側のマーク、あのどういった絵柄をもお互いにあの出そうかっていうところはちょっと気遣いましたね。この定着の輝き、まあ、そのブルーの具合とかっていうのもデザインする際にいろいろと気をつけたりしたんですかね。なかなかこのブルーの定着のカラーのコントロールって難しいんですけども、やっぱり あまり明るくすぎてしまうと周りのゴールドとのバランスもありますので、うん、暗めの、ブルーっていうのは意識して設定はしています。まあ、このモデルに限らずですけれども、何個我々の机の上にサファイアいっぱいありますよねベゼルね、はいはい、あるかわからないですね。エンディングの時間です。宮原さん、稲本さん、今日もありがとうございました。ありがとうございました。いかがでしたか今回の新作。今回も語らせていただきましたけど、はい、ブルーとこのちょっとシックなゴールドの組み合わせもそうですし、うん、やっぱりこのね、定着のサファイアベゼルだからこそできるこの輝きって、うん、またこれまで あのサファイアベゼルモデルともまたちょっとやっぱ違った雰囲気が出せるので、うん、見てもらいたい、手に取ってもらいたい、そして腕に巻いてもらいたいと、はい、というところをすごく感じてます。白いケースもね、非常に合わせやすいと思いますので、うんうん、ぜひ店頭に足を運びください、はい。本日の動画いかがでしたでしょうか。アテスタ、これからも素晴らしい新作限定モデルいろいろご紹介していきます。今日はありがとうございました。バイバイ。バイバイ。ありがとうございました。